ロケーションも含めバックものすごい綺麗でしたね。うん、めちゃくちゃ。大きくなりましたね、胸も。そうですね、おかげさまで。監督さんなんですけども、はい、チャド・スタイルスキさんはもともとおかしいです、ね、自分は俳優もやったことあるんですけど、はい、アクション映画って一番大変なんですよ。船木正勝です、今回は特別企画として、自分映画が好きなんですけども、今年の秋一押しの、映画をですね、ちょっと語ってみたいと思います。これですね、キアヌ・リーブスさんのジョン・ウィックの4作目コンセクエンスですね。アクション映画なんですけども、いろんな要素、格闘技、武道、武術ですね、あとガンアクション、あとカーアクションも全部入ってますので、語ることたくさんあるんですけども、今日はスペシャルゲスト、腹筋美女ジェイカップ・ブラドルの吹雪圭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吹雪圭です。よろしくお願いします。もう有名人の船木さんとご一緒できて。今何歳ですか？24です。自分が活躍してる時はまだ赤ちゃんだと思います。だいぶ大きくなりましたね。大きくなりましたね、胸も。あ、そうですね、おかげさまで成長しております。自分の先輩で前田明さんという人いるんですけども、はい、その人は本当におっぱいが好きな、先輩なんで、はい、もしよかったらYouTube でコラボしてみてください。はい、嬉しいです。でもし今日このね、対談が面白かったら、私の名前を伝えていただけると幸いです。よろしくお願いします。そんな感じで今日は吹雪さんをゲストに、このジョン・ウィック・コンセクエンスをちょっと、語ってみたいと思います。はい、見たことありましたか？見ました。一番最初から。はい。正直私、アクション映画がすごく好きだったっていうわけではないんですけど、この機会、きっかけにジョン・ウィック見させていただいて、めっちゃかっこいいですね、そのアクション映画。そうですね、もうびっくりしちゃって、自分キアヌ・リーブスさんは、はい、ずいぶん昔から知ってて、はい、知り合いじゃないですけども一番最初に見たのがハート・ブルー、その犯罪者チームの中に紛れ込んで、そのおとり捜査をするって、そこからファンになって、その後がスピードっていうですね、はい、止まらないバスに乗って、警察ですか、そんな感じで、で今度殺し屋をやるんで、キアヌ・リーブス殺し屋できるのかなって最初ちょっと思ったんですけど、自分からしてみると面白いです。かっこいいとかじゃなくて、キアヌ・リーブスがそのカンフーやること自体も、マトリックスもですね、ありますね、カンフーやること自体もちょっと面白いんですね。面白い。ちょっとおかしさも含めて面白い。外国人がこれでカンフーのポーズ取るだけで面白いです。あ、そうなんですね。で、なんか正直格闘技をやってるんで、その格闘のシーンとかも見るんですけども、やっぱりちょっとどんくさいところもあるんですよ。あ、そうなんですか。それもまた面白い。あ、そんな感じで、かっこいい。その何ですかね、振り付けしてんですけども、面白いちょっとなんか かわいさみたいな。あ、そう、そんな感じです。銃持って走るところも、ちょっとこうモサッとしてるところがあるんですよ。タタタタってちょっとこうモサモサっていうところがあるんで、あ、なるほど。その辺がちょっとなんかそのや、女の人から見たらちょっとかわいさが、あるんじゃないですかね。いや、私はかっこいいですか？かっこいいと思いますね。そんなそういう知識がすごくあるってわけじゃないので、多分でも外国だと面白いとかかわいいとかの方が流行ってるんじゃないですかね、このキアヌさん。そうなんや、確かになんか人柄がすごい、なんか優しいじゃないですかって書いてますよね、優しいんで、なんかこうかわいい、かわいい俳優、あんまり 男にかわいいって使わないですけども、かわいいらしいところがあるような気がします。いや、そうなんや、ヌンチャクをやるところも面白い。もともとはブルース・リーとか、ジャッキー・チェンの世界じゃないですか、それをこういう西洋人がやってるのが面白い、ここまで来たかって感じですね。その昔々自分がそのブルース・リーとかジャッキー・チェンを見てたのが、ハリウッドまでこんな来て、で今はもうそのハリウッドの俳優が普通にそれをこう何の躊躇もせずやってるのが、面白いですね。面白いんだ。そんな感じで今回見ました。はい、4作目、やっぱり一番面白かったですね。あ、
面白かったですね。1、2、3が、うん、1、2、3、まあ1はまあ、あの初めてなんで、うん、あるとして2、3が吹っ飛ぶぐらい面白かった。じゃあもう圧倒的にアクションのシーンが多いですよね、はい、多いです。もうちょっといつ止まるんだっていうぐらいアクションですね。あの自分はあの、俳優もやったことあるんですけど、はい、アクション映画って一番大変なんですよ。何が大変ですか？いや、ずっと動いてなきゃいけないですから。あ、体力的に、普通の俳優さんだったら喋ってる、ちょっとあの普通の生活やって終わりじゃないですか。アクション映画ってアクションを何回もやらなきゃいけないんで、あの一日中その動き回るっていうのはプロレスでもないですね。そうね。プロレスだったら、プロレスだったら10分、20分、まあ 長くて30分、はい、もっと長くてもいっても1時間以上ないんですよ。だけどアクション映画って一日中撮りますから。でハリウッドで撮る場合は、12時間は丸々やりますね。あのアクションシーン撮るときは12時間です。12時間そんな考えられないです、まあ、ダンスを踊るにしても12時間って大変じゃないですか、はい、それ以上に大変なんで、このキアヌさんはあのマトリックスぐらいから、はい、その世界に足を入れてしまったんでちょっと後悔してると思いますこんなに俺動かなきゃ、本当に今回ものすごい長いじゃないですか。あのアクションシーンが相当時間かけてますね。毎日フラフラだと思います。いや確かにそうですよね。撮影するってなったら段取りしてテストして本番ですもんね、はいはい、本番の回数も多いと思います。ああいろんなカットから今回も散々雨降ってましたね。降ってましたね。雨打たれるシーンありましたね。大勢の中での格闘シーンもあったし。ありましたね。あとここの監督の特徴でガラスいっぱい割れますね。割れましたね。すごいですね、はい、もうその迫力が伝わりますもんね、でとにかくその戦いの要素全部入ってますよね、うん、でアクションなんですけども戦いが多いですね、うん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 、あのナイフ、あとは素手、うん、で拳銃、はい、だから何ですか、自分はアクション映画というよりもは格闘映画っていうふうに思いました。なるほど、格闘映画。最近ジャッキー・チェーンとかはこう飛んだりとか、はい、落っこちたりとかっていうなんですけども、このジョン・ウィックの場合は本当にこう戦いだけじゃないですか。あんまりこう飛んだりとかしないんで。確かに確かに。なので、まあ、格闘映画だな。なるほど。それを西洋人がやってるっていうのがおかしいですね。もう今やったら真田さんも出てますけども、はい、出てらっしゃいますね。もうだいぶなんですか、ね、年齢がいってるんで、うんうん、なんですかね、昔の自分この人デビュー主役デビューした頃のアクション映画から見てますんで、はい、まあ、真田さんもだいぶ年取ったなと思いました。うーん、いやーでもその私はその昔を見てないんで、はい、初めて見ましたけど、うん、すごいなって思いました、はい、シンプルに、はい、貫禄が出ました、はい、ありました。昔はジャッキーチェーン、まあ、ジャッキーチェーンもそうですけども、そのぐらい動いてました。ただドニーエン、はい、はい、香港の中国の、うんうん、人はすごいですね。ドニーエンさんが演じるケインっていう役も、はい、そのまあ、もちろん盲目の、殺し屋って感じですけど、結構人間味あるキャラクターだなと思って。ありました、ね、もう最終的に、まあ、これもあれなんですけども、一騎打ちじゃないですか、はい、キアヌ・リーブスと、うんうん、あそこもなんか あそこもその最終的に誠意を持ってきましたよね。そうですね、ガンマン、もうなんか見るのがちょっと辛かったですもん、はい、あの辺もものすごく楽しみました。そうですね、すごい好きです、うん、私すごいなキャラクターとして、このスーツ、うん、貫通しないですね。すごいですよね。こんなあの最終的にやっぱり奥さん、亡くなった奥さんのことがずっとあって、うん、だけどもこの人戦ってる時はそれ忘れてますよ。そうですよね。だからその辺が、ね、その辺がなんか自分もですね、そういうもしも家族が亡くなったら、はい、ずっと戦ってると思うんですよ。戦ってる時って一瞬忘れられるんで。なるほど。だから前ありましたね、父親が亡くなった時に、うん、まあ、ちっちゃい頃ちょっとこう生き別れちゃってずっと会ってなかったんですけども、はい、で父親が亡くなったって聞いた時に、なんかそのちょっとこう気が抜けちゃったんですよ、うんうんうん、でだけどやっぱプロレスの試合の時はそれ一瞬忘れられるんですね。あ、集中してます、ね、でもやっぱそれが普通になるのがやっぱ3ヶ月ぐらいかかりましたね。でやっぱりその戦ってる時はやっぱり戦いに集中するんで忘れられる、うんうん、感じです。なるほど。その辺はすごく
よく分かりましたね。なるほど。なんかそのお話を聞いたらまた見方がちょっと変わってきますね、はいはい、だからやっぱりその戦い続けるんだと思うんですよ。はあ、落ちましたね、戦い続けるだから死ぬまで多分戦うんだと思うんですね、うんうんうん、一回足やられてますけども、はいはい、それ第一作でああいうことになってまた復帰したじゃないですか、うんだからワンちゃんも結構、はい、その一作目から出てるじゃないですか。最初にその奥さんが送った犬が殺されて、うん、そうですそうです。そこからあのペットの相棒ですね、はい、はい、シェルターみたいなところから持ってきて、うんうん、そうですね、やっぱり生き物が近くにいるって大事だと思います。うん、なんか優しさがすごい対比で見られますよね、そうなんですよ。だからなんでこんな人が殺し屋やるのかなっていう、その最初の由来が知りたいですよ、ね、ジョン・ウィックのゼロ。ああ確かに、どうやって、ね、どうやってそしたらまた若くならなきゃいけないですね。まあ違う人がやってもいいんですよ。違う人が、あの若い頃の設定なんで、うん、もうでもいい加減キアヌさんもだいぶ年取ってきたんで、アクション映画そろそろ卒業したいと思ってんじゃないですかね。どうなんですかね。でも面白かったですよ。いやすごいかっこよかったです。あのもしもあるんであれば、うん、次も見てみたいです。見てみたいですね。今回はキャスティングが最高でした。うん、はい、あと日本も出たんで、ただ、はい、日本の描き方ってやっぱりちょっとこういまだになんかあの本当の日本じゃない風にこう撮られますよね。うん、確かに神秘的というか、そうですね、なんか古来からある感じを出してきますよね、はい、だからまあいまだにそのまだ把握されてないような気がしました。うん、あ、なるほど。監督さんたちが、うんうんうん、西洋から見るとなんかこう変な国なんだなと思うんですよ。その辺がまあなんか着物とか着ていないですよ普通。確かにそうですね、今の、リアルで言うと、やっぱり着物じゃないですか。確かに象徴するもん、ね、その辺がちょっとこうまだまだ未だにその理解されてないの。変な日本。まあ、日本唯一の文化というか。そうですね、ロケーションすごかったです。確かに、はい、めちゃくちゃ世界中で、ね、いろんなところに見れます。撮影されてましたよね。ドイツ、ヨルダンで、ニューヨークで、大阪、うん、大阪一応梅田という設定で、はい、いかにも梅田って書いてましたね。すり込ませるかのように、ここは梅田っていう、うんうん、いや2時間半ありますから、あの本当に撮影大変だったと思います。本当に本当に大変だったと思います。でも、うん、ロケーションも含めバックものすごい綺麗でしたね。うん、もうなんか見応えがありますよね、うん、飽きずに見られるというか、すごいな、うん、でこ の, あの監督さんなんですけども、はい、チャド・スタイルスキーさんはもともと格闘家で、うん、あ、そうなんですか。で自分があの自分 の, あの知り合いの格闘家で山田学さんっていうんですけど、はい、その人と戦ったことがあるんです。へえー、あ、そうなんだ。まさかあの人がこんな映画をあの監督することになるとは思わなかったですね。はい、すごい、すごいですよ。多分まああのマトリックスを見て、うん、キアヌさんがガンフアクションできるなったっていうのを見て、それで目をつけたんだと思うんですけど、自分がやってるのとやってないのとでは映し方とかも変わってきますよね。そうですね。でやっぱりその格闘技あの、うん、それこそ、まあ、殴り合いもそうなんですけども、はい、組み技結構入ってます。あ、そうなんですか。はい、あの組んでこう倒して、で確かに腕を決めるとか、うんうんうん、そういうシーンがたくさんあるんで、まあ、その辺はこの監督さんのこだわりかなと思いました。あ、確かに言われてみれば、まあ、全部入ってましたね。でも全部とにかくいっぱいあのアクション、うん、アクションというアクションは全て、入ってましたね。うん、お好み焼きみたいな、例えが難しい感じ。お好み焼きっていろんなものが非常に難しい。確かに確かに、だからそんな感じですね。このドニーエンさんと最初にこう打ち合いするじゃないですか、うん、はい、あの、はい、そこのシーンも好きですね。あ、フッとかですね、そういうのが面白かったです。すごいですよね。私あそこが良かったです。あの最後の方のめちゃくちゃ長い階段のアクションのシーン、はいはいはい、ーめっちゃ応援しちゃいました普通に。とにかく今回のドニーエンさんっていうその最大のそのなんですかライバルというかが、うん、あの最後に出てきたんで、なんか今までのジョン・ウィックよりもなんか大きい映画に見えましたね。うーん、今までのジョン・ウィックだとそのボスっていうかその最終的に対抗する人間がちょっと弱かったような気がするんで、今回は本当にあの最大の敵が、敵というか、まあ、ライバルが強敵、来たなと思いましたね。ラスボスに行くまでの道のり長すぎ、はい、長いですね、敵多すぎ。そうですね、そうなんですよ。
いやそこも面白いですよね、はい、毎回。でもこの人に戦い、もう戦いに終わりがないんで、うん、まあ今回のラストはどうなったのかなっていう感じですね。確かに気になりますね。あの吹雪さんは、はい、このジョン・ウィックのこのコンセクエンスの中で、うん、はい、まあ、何人かその男たちが出てくるじゃないですか、はいはい、誰がタイプですか。タイプ、難しいですね。この中だったらどれがいいですか。うわ、迷いますね。でも私この中で、この中キャラクターで言うと、はい、ケインが好きです。ドニーエンさん、一お父さんじゃないですか、うん、だからそこは人間的に惹かれたのと、はい、私あのシャロン、ニューヨークコンチネンタルの支配人のスタッフ、はい、はい、そうですそうです、のこのなんかすごい丁寧で忠誠心がある感じ、はい、そうですね、素敵だなと思いました。このようにこの種類しか男がいなかったもう恐れ多すぎますけど、それどれですか。いや、でもトニーエンさんですかね。あ、そうですか、うん、目が見えないですよ、大丈夫ですかこれキャラクターのまんまですか。あの私が彼の目になります。いいですね、なんかちょっと予想外の答えが返ってきました。キアヌさんだと思ったんですけど。あ、でもすごいかっこいいですよね、ロングでね。自分吹雪さん の, あのタイプの男性はそもそもどんな方が強いのが好きだと思います。強さの中にあれですよ、あの障害を持ってる人が好きじゃないですか障害、まあ、なんかそれも乗り越えてみたいな、乗り越えて。でもそれこそ私それを支えるとか、それも大好きなんですけど、あの格闘技を知ったきっかけが、あのキックボクシングのランドガールをさせていただいてからなんですよ、はい、なんでその知ってる歴的にはまだ半年も経ってなくて、はい、知識自体もすごい浅いんですけど、やっぱ強い男ってかっこいいなって思います、うん、毎回。そうですね、まあでも強いんですけども、うん、ちょっとこうナイーブな、うん、みんな持ってますよ、うんうんうん、なんか大体がその強くなりたいっていう人間はもともと弱いですから、うん、あ、そっから始まってるんで、はい、なんかあのちょっとやっぱり本当は弱いんだなと思いますけどね。あ、んでこうで、ね、鍛錬をして強くなってっていう感じの人多いですよね。うん、あとはいじめられたからあの強くなって、そういう格闘技やってる人間ちょっとやっぱりそういうコンプレックスあると思います。あ、そうなんですね、はい、でもまあそれもなんか人間味として す,、ね、す, すごい、はい、なんか愛せますね。自分もし女だったら、はい、やっぱりキアヌ・リーブス。あ、どこがいいですか。なんかどんくさいところがいいですもうなんかこうなんかどんくさい、どんくささがいいですね。もうすでに知識ある身からするとって感じですね。あとなんかこの喋り方とかも、はい、なんかこうカッコつけてるんですけど、はい、多分どんくさいと思いますよ。あ、そうなんや。なん決まってないですね。なんか余計こう渋く演じてるじゃないですか。うんうんうん、渋く演じてるところがなんか。可愛いですよね。あ、そうなんや。そんな感じです。でもちょっと日本語で話すシーンもありましたよね。迷惑かけて済むな。あれは私可愛いと思いました。一番最初に彼がそのデビューした頃のキャラクターってちょっとこう弱さがあったんですね、はい、本当にちょっとこうあの完璧じゃない感じの感じで、うんうん、でハラハラ、自分もハラハラしながらその解決していくっていうような、はい、そういうキャラクターだったんで、今回のこういう思いっきりその伝説の殺し屋っていうのがちょっとこうどうなのって感じで、まあいろんな見方が、ねまあ、ありますからね。腕はいいですよ、うんうんうん、腕はいいですけども、なんかそのちょっとこうナイーブなところがあるじゃないですか。その辺が自分はもし女の人だったら好きだなって感じですね。ドキッと、どちらかというと自分 S なんですよ。あ、そうなんですか、だから、はい、そういうところちょっとこう続きたいですねさすがに船木さん M には見えないですけどねでもなんかこのだけしかだけど、うん、すごい、ね、そうですね。じゃ あ本当にあの今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました、ね、見たいですね、はい、続き気になります。じゃ あの今回はジョン・ウィック・コンセクエンス、うん、でゲストの吹雪圭さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。Ready, John? Yeah. 伝説の殺し屋は決着に立ち上がる。 Get him to give you your freedom. Challenge him to single combat.
You're going to die. Maybe not. And when I see you, I'ma take what I want, so 迷惑かけて済むな。 Friendship means little when it's convenient. Amen. ニューヨーク、ベルリン、パリ、そして大阪。The battle yeager. 過剰なまでのアクションが世界的スケールに進化した。 Come on.結果には原因があり、 You and I left a good life behind a long time ago. 行いには報いがある。 ジョン・ウィック・コンセクエンス。 Consequences.